れでは続いてのコンシェルジュさんです。おはようございます。おはようございます。中高年のアンチエイジングサポーター勝男こと勝俣優希です。よろしくお願いします。このところ、まあ、秋も深まってきまして、というと食欲みたいな話をずっと3回ぐらいしていたところ、あのアンチエイジングサポーターじゃなくて食いしん坊の勝男みたいなちょっとイメージがね変わってきちゃったんで、今日はちょっとアンチエイジングネタをまたちょっと持ってきました。はい、秋といえば、秋といえばってことないんですけど、あの本を読んだり、うん、映画を見たり、うん、紅葉を見に行ったり、うん、目を使うこと多いと思うんですよ、うん、そっちか強引に確かに目はよく使います。使いますよね、うん、であのパソコンとかスマートフォンとかがもうどんどん普及して、あの一人一台何かしらこう液晶を毎日見るっていう時代になってきて、ね、私も相当目が悪いんですよ今で、やばいやばいと思っているんですけど、一回ね、5月にアイトレっていう素敵なあの文明の利器をですね紹介させてもらったんですけど、うん、まだその目とかに関しての、ちょっと文明の利器はね高額なんですよね。なので、そうですね、確かにあんまりこう視力回復になるんですけど通うのが大変とか、お金かかるとか、ね、でもっと、身近にで、あの安くできる方法ないか調べたところですね、うんうん、目ヨガ素敵な本を発見しまして、あの目の周りのツボってすごくたくさんあるっていうことを内容書いてあるんですけど、私が一番効果があったのが目の霞に、中高年の方目の霞に効くというですね、お母さん聞いてる、はい、耳たぶの後ろ側の耳たぶの下をこう押すんですけど、意外とこれ速攻性がすごくて、ちょっと今ヘッドホンしてるんで、ちょうどヘッドホンが当たってるところあった、ここ意外とあの痛いんですよやっぱり普段あの押さない部分なんで、はいはいはい、耳たぶのすぐ下のところをこう、ちょっとくぼんでるあたりですね、はい、まあ、触ればあここだって分かるぐらい痛いので、でちょっとそこを刺激すると目の霞がすごくクリアになるっていう、みんななんとなくやってなんとなく最初の中に、あとですねこの本で衝撃的だったのが、目と腎臓ってちょっと関連するらしいんですよ。で腎臓、はい、で腎臓のこの経血っていうんですかね、あのツボが頭の後ろっていうか目の裏側にあるらしくって、ここも素晴らしく効くっていうことがこれに書いてありましたので、まあ、あの12個の、目の周りのツボなどを刺激して、目だけじゃなくて例えば肩こりとか、はい、あの腕のこりとかっていうのも効きますよっていう本を発見したので、すごいなかなかいいな。目ヨガだって眼力の眼ですね。そうですね、目ヨガヨガヨガメソッドっていうのを発見したんですけども、なかなかあの武将本でですねまめに押すタイプじゃないので、もうちょっと簡単なものですねっていうところで、初の話はね本当に簡単にすぐできることが多いからいいですよね、リーズナブルでっていうのも、うん、このあの私あんまり試してなかったんですけど、見たことある、目を温めるアイテムって割と薬局とかに売ってて、で試してみたんですね。これがちょっとあまりにも毎日続けるのつらいカッツンとしてはそしたら意外とこれがあの電子レンジでチンをするだけで250回使えるというタイプのものでして、天然小豆の、そうですね、小豆が成分なのでっていう、アイマスクですよね。そうですね、要するにアイマスクでホットタイプで温めることで目の周りのこの細い血管を温めて血流を良くするっていうタイプなんですけど、それがですねもう本当に騙されたと思ってやってほしいぐらい結構ねあの効くんですよね。あんまり目の周りってこう温めないですよね。で、まあ、使ってる割には筋肉がもう収縮したままなっているんですけど、これを使うことで割とこう筋肉の動きが良くなるというか、なるほどと思って、だから目はやっぱりこう刺激と温度が大切なんだなっていうのをだんだん分かってきたところでですね、この間テレビでシャワーを42度のシャワーを6分間目に当てるっていうのをやってたんですよ。閉じるよね。もちろんですもちろんですもちろん眼球がおかしくなっちゃう。シャワー当てるだけでいい。単純にシャワー42、ちょっと高めのシャワーの温度を設定して、でシャワーをこう目のまぶたの上から当てるっていうものなんですけど、私始めたところこうわーってこうお湯がかかるじゃないですか、で6分間って大変なので新しい方を目を見出しましてシャワー服かけて浴びるじゃないですか、ちょっと手を鼻のところに持ってきて歯磨きする歯磨きすれば
せば、2、3分すぐ経つじゃないですか。歯磨きしながら目もケアできるっていうので、私トリプルでやったら視力がですね結構良くなったんですよね、この1週間ちょっとの間で。やっぱ疲れって影響するんですね、しますね。疲れてるのをケアする習慣をつけていくと疲れもたまりにくくなるそうなので、秋ちょっとこう素敵なイルミネーションも始まったと先ほどね、ジョーさんもおっしゃってましたけど、 そんなイルミネーションも素敵にもっと見えるようにね、目のケアをたまにはしてみてはどうかなということでご紹介させてもらいました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、カッツンでした。